ワッソーよ。流代韓流クラブ。1>, 1月12日金曜日20時30分になりました。ワッソー流代韓流クラブパーソナリティのミソとヘリとユリです。よろしくお願いします。スポンサーはドクター慶塾ハングル講座の提供でお送りいたします。じゃあ今日もスタートはクラブの説明からいきたいと思います。それではヘリちゃんよろしくお願いします。はい。 琉大韓流クラブは2019年に立ち上げた沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです。現在の活動としてはこのラジオの放送以外にも韓国ドラマ、映画、音楽といった文化コンテンツの鑑賞、プサン大学の方とのズームを通しての交流会を行っています。もしこの放送を聞いていて韓流文化に興味がある琉大生がいましたら琉大韓流クラブへの入部待ってます。またインスタ X といった SNS も行っていますので両方とも竜大韓流クラブで検索フォローよろしくお願いしますちなみに番組タイトルになっている「ワッソヨよ」は韓国語で「来たよ」という訳なんですが語尾に派手なをつけるとフランカな感じの「おかえり」という意味にもなるんですよそのため私たちはこの竜大韓流クラブのラジオに「おかえりいつでも来てね」という意味で「ワッソそよ」をつけましたぜひ皆さんも今日で「ワッソそよ」の意味を覚えていってくださいねはい皆さん えー本日は私とみそとヘリの3人でラ,あラジオをお送りしたいと思います、えー、皆さんめっちゃ久しぶりだよね <laughs> 久々特にみそ <laughs> なんかは <laughs> うえい,<っ>いつから <laughs> <laughs> そ,うそうそういつ,いつぶり最後いつぶり最後は去年の5月お<ー>ってことは<ー>8か月ぶり <laughs> すごい。いね、緊張してるんじゃないって思うじゃん。うん、全然。<ー> <laughs> 素晴らしい。さすがでした。<laughs> で、ヘリは。うん えっとなん今日三回目？そうですね三回目で去年の十一月に二回目だったので二ヶ月ぶりぐらいですかね緊張してますか？慣れない。ああそうでもちょっとねしかも私というのは初めてじゃない初めてでもねそうそうそうちょっとあの私が出れない時にあの代役で出てもらったことが多いのでありがとうございます初です初の なのでい、はい、今週もよよろろししししくくおお願願いいまますす、えっと、先週のラジオです,ですねちょっと韓国のお正月事情をご紹介させていただいたんですけども惜しくもあの時間が足りずこのパーソナリティの年末年始の話までは話すことができなかったんですね、うん、そのため、えー、今週の前半トークではこの私たち3人の年末年始の思い出を皆さんにご紹介したいと思います。はい、ってなわけで 一人ずつお聞きしていきますが<ー>じゃあ誰からにしようかな<っ>じゃあヘリから <laughs> 年末年始は何をしてましたか <laughs> 年末年始そうですね1月の2日だったかな<お>ちょっと年明けて公園に行ってうん、うん、公園 <laughs> げしましたこ揚、えー、げ,げをどうしてもしたくなって急にたこ揚げってなかなかやらなくないですか <laughs> 衝動的にも衝動的にやらあお正月えたこ揚げしなきゃじゃないみたいな感じになってすごいで100均に売ってたので買いに行ってえっ、ー、めちゃちチだ、えー、ちゃんと上がったいやそれが2日全然風のない日だったんですよ <laughs> しかもな何か,マジかそうなんですよ 沖縄市のちょっと海から離れたところでやったので風が全然なくて確かにちょっとやっぱそこは戦略ミスでしたね。<laughs> <laughs> 走れないとね。走るしか走るかない。ひたすら走ってました。次の日筋肉痛で。すごいもう運動しまくったんですね。すごい。味噌はどうですか？私は年末はもうペンションに行ったり、高校の同級生とかえっと中学校の同級生で同窓会あ同窓会じゃない忘年会？毎年でそれをも立て続けにやって。 1>, で1月の1日から熱を出して<ら> <laughs> つい数日前までダウンしてました <laughs> 1回治ったと思って39度ぐらいまで上がってで治ったと思ってちょっと仕事行ったらまた上がっちゃって、うん、で、本当は先週の3連休に大分旅行して予定だったんですけどそれも、ね、ダウンして行けなくなっちゃって。 すごいい今あの出だし悪状態年末まではね絶好調だったんだけど繰り返しっていうかなんかが一気に来ちゃったなぜか毎年年末年始も6年連続ぐらい体調を崩してるちょっとこれ自分の問題かなって思いつつああじゃああんまり年始らしいことはしていないそうまだしてない大丈夫今からでもそうまだ間にないねこれがまだ一発目って感じあよかったよかった 楽ししんんでいきましょうリはどな感じえっと私はですね年末は何したかなえっと基本もう12月に入った瞬間もうずっと飲み会飲み会飲み会い,すごい, <laughs> いろんな飲み会があってで、年末は何してたかなちょっと覚えてないんですけど <laughs> あの,あの、ね、あ年末はえっとその大晦日に「紅白歌合戦」を見てーであの。 な友達とその夜中から初詣に行こうっていう話になってたのでその12時になった後に集まってで私初めてあのその今まで初詣この人がいっぱいなのちょっとあんま苦手だったんでそうずらしていってたんですよだ初めてその夜中に初詣に行ってえ、鐘も鳴らしたの,あ,のあ、鐘は鳴らしてない鐘<ー> <laughs> は鳴らしてない, <laughs> い,い,いそうそうそう、成田さんあのあ。 っ成田さんはどこあっちは中城かな山の方にそうにそうそう<ー>行ってであのお参りしておみくじ買ってお守りも買ってめっちゃなんかお正月って感じしたそのまま友達とはあの初日の出も見ようってなってたから<ー>その夜中 <laughs> だいたい2時から。 三、何十人、三時から、あの、時間を潰すためにカラオケ入って。そうそう、日が出るまで。そうそう、そうそう。で、なんか、えっと、六時ぐらいに出て。あの、ライカムで、初日の出を見ました。おお。ライカムで、なんで、ライカムの屋上、空いてるんよ。そうそう、開放してて、結構人がいっぱい。お正月だけですか。 お正月だけかなあでもうんそうそうそうなんか結構人いました知らなかった穴場かもしれない確かにあって高台だからあんまりないよねこの周りに見られる目安そうですねいいねめっちゃよかったよかったなんかすごい本当あの私初日の出も友達と見るの初めてだったんでなんか青春したわ すごい充実してますね初でもして初日のデモそう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 いいねおみくじなんだったあー小吉小吉だったなんかいいこと書かれてたんあ、でも小吉のありにはなんかそんな悪いこと書かれてなくてまあなんか頑張り頑張ったら大丈夫ですみたいな感じがないじゃ頑張んなきゃだなこれからの頑張りじゃですね今年も頑張りますあ。 へあとヘビはおみくじゃ引いた？引きました。あどうだった？った中吉おー。まあまあまあ,まあ、まあ。良かった。<laughs> <laughs> なんか悪いこと書かれてなくて、<ー>まあ私も頑張ればいけるよみたいな内容だったんで、<ー>うん、これから頑張りたいです。じゃあミソもあのおみくじ引いたら。そうだね。一回ね引いて。そうそうそう。うん その時にまた出れるようにじゃあ私は <laughs> 私 <laughs> 引いたあとまた報 <laughs> 告,告お願いしますじゃあ、えっと、今週の k p o p の方にそうそう移っていきたいなと思います、はいえー、今週1曲目はではみその方からご紹介をお願いしますはいと私が今回紹介したいなと思っている曲は <laughs> BTS のジョングクが総量って総量曲で出している「StandingNextToYou <laughs>」ですと先に 聴いてもらった方がいいかななっってて思うんでですけどちょっとこれ私好きなので熱弁させてください最近ジョングクがあの入隊して平気に行ってしまってすごい寂しいなって思ってるところで、うん、こうやって久々にラジオに出れる機会いただいたので是非皆さんに聴いてほしいなと思って選んだ一曲になってます一回聴いたらもう頭からちょっと離れないようなメロディーだったりちょっと「あなんか聴いたことある」みたいなどっかで聴いたことあるって。 思ってもらえるような曲じゃないかなって思ってますそれでは聞いてください BTS ジョングクで Standing Next to You です はい皆さんいかがでしたでしょうか BTS ジョングクの「スタンディングネクストユー」でしたこれ私も好きな曲なんですけど実は実は私たちの流代韓流クラブの顧問である先生も大好きな一曲になっていてちょうど最近お会いした時にこのお話になったので先生聞いてますかかぜ <laughs> 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 ぜひぜひ皆ささんんんも聞いいいててみくくださいね、はい、どうこの曲めっちゃなななか あのー、そのそさっきだっけなんか懐かしい感じがするって紹介であったじゃん、うん、本当にその懐かしいなんか懐かしい感じ過ごしたことないけど、うん、なんかどこかね懐かしい感じ <laughs> 分,、ね、分かるよね、うん、だからその昔例えば80年代の洋楽とか好きだった方とかにもすごいおすすめできる曲かなって、うんうん、確かに確かに、うんうんうん、いいよねなんかこれなんだっけ なんかツイッターとかで<あ>なんかなんとかチャレンジみたいなそう SNS でなんかこのジョングクの最後のダンスの部分すごいチャレンジ上がってるのをよく見ますあほん,うん、うん、ダンスが特徴的なんですよダンスにもなんかどこかしらね、うん、ちょっとオマージュいろいろオマージュがね入ってておもろいよね <laughs> うんうん、うん、確かに確かに、うん、これなんかどっかで見たことあるっていう感じが あると思いますそう、うん、この曲はこの11月に発売された「ゴールデン」というアルバムのタイトル曲になっているんですけどちょっとこのレトロな感じでんか昔「あちょっとマイケル?」みたいなのちょっと聞いたことあるかなっていう感じの印象を受ける方も多いかなって思ってますでこのスタンドマイクを使った振り付けがすごい特徴なんですけどなんか超かっこいいので是 <laughs> 非皆さん見てみてください。ミュージックビデオも あってダンス動画とかもいろいろあるのでうん、うん、ぜひ皆さん見てみてください一曲目の紹介はこちらで終わって二曲目はギリからお願いしますはい1曲目のご紹介ありがとうございましたじゃあ、えっと、2曲目は私の方から、えー、ご紹介させていただきます今回私がご紹介する曲はルセラフィムのアンフォーギーブンです、えー、皆さんは昨年の紅白歌合戦はご覧になりましたかみんな二人見た 歌がす紅白実は見てない見てないんかい <laughs> 見てないんかい <laughs> その k p o p アイドルからもすごいたくさんの出演があったんですけどもえと今回このルセラフィルさんもこの昨年の「紅白歌合戦に出場」に出場してなおかつ私が最近ハマってるグループですので、うん、今回あのチョイスさせていただきました<ー> <laughs> じゃあちょっと簡単にルセラフィルの説明をさせていただきますはい ヌセラフィムはソースミュージックに所属している韓国人2人、韓国系アメリカ人1人、日本人2人の5人組で結成された多国籍女性アイドルグループです。グループ名のヌセラフィムはアイムフェアレスをアナグラムさせた名前で世間からの視線に惑わされずに恐れることなく前に進んでいくという強い意志が込められています。メンバーには元 HKT48。 アイ,ズワンのメアイズワンメンバーのさくらさんや同じく元アイズワンのチェオンさんが在籍しておりリビュー前から注目を浴びていました今回ご紹介する「アン・フォー・ギー・ブン」は「許されざるもの許されざるもの」などの意味があり歌詞には既存の世界のルールでは許しを請わないといけない滞在を犯してるけど自分はそんなルールの世界の中では悪者でいい自分のスタ,ンスタイルで切り開いて生きていくというメッセージが込められています。 えー「紅白歌合戦で」歌合戦ではこの日本語バージョンでこちらの歌を披露していたため韓国語バージョンとの聴き,き比べをしても面白いかもしれません,んそれではお聴きくださいで いかがでしたでしょうか、えー、ルセラフィムでアンフォーギーブンでした歌詞だけでなく曲調も序盤のダークな感じからサビに向けて力強くなっていましたよね、うん、まさにグループのコンセプトにコンセプトをイメージさせる楽曲となっておりますまたアンフォーギーブンのパフォーマンスではアンフォーギーブンアイムヴィランという歌詞に合わせて手で頭の上にウサギの耳を作った後 それをひっくり返して頭の上に角をつく振り付けがあるんですけど想像想像できる <laughs> <laughs> そうその踊りがえこのヴィランウサギダンスと言われておりこちらもあの SNS で話題になっております <laughs> もし興味がある方はぜひパフォーマンスをしてご覧くださいはい以上今週の K-POP でしたはい。 じゃあここからは私ヘリの方からちょっとお話ししていきたいと思います。で今回は今月開催される沖縄のイベントについていろいろ話していきたいなと思ってます。 実は私、今ちょっと狙っているイベントがありまして、それは桜祭りですりいいですねそうなんです。<へー S 1> 沖縄は皆さんご存知かもしれないんですけど、日本一早く桜が咲く県として知られていると思うんですが、1月の後半から北部のいろんな至る所で桜祭りが開催されているようなんですね。例えば世界遺産ででは1月日日からま グスク桜祭りが開催されているそうです。うん、で、私自身去年は韓国留学中だったので、こう4月とか5月ぐらいでしたかね、うん、こう韓国の桜を見ることができたんですけど、うんうん、そうなんですよ。で、去年はやっぱり桜を見ることが沖縄の桜を見ることができなかったので、ちょっと今年はライトアップされた比肩桜を見に行きたいなと思ってます。ギルとミソは桜祭りとか行ったことありますかね？あ,あ,あります。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 すごい懐かしい。 私今聞きながら、これ泣き人情色金でやってるこのね夜桜、ライトアップされてるやつを私とあのギリが、<laughs> え大学一年生とか二年生ぐらいの、<laughs> もうちょっと何年前か伏せますが、<laughs> テスト終わった後にみんなでえ？ 無理で行っちゃうみたいなね、えー、テンションで、じゃんけんして、負けた人の車で、私だったんですけど、皆さん。ありがとうございます。<laughs> 夜桜見に行って、みんなですごい写真撮ってた。のを思い出してる。なあって思いながら。懐か,懐かしいね。すごい青春。二年連続ちゃんと行ったもんね。あのー、あれだよね。行動力じゃん。<laughs> 確かに。<laughs> 終わって。 泣き人まで行くのヤバいけど運転めっちゃ疲れますもねあっちまで運転するのが夜桜だから結構ねゆっくりめに出たとしても最後の最後まで行ったよね多分あの日私その後ちょっと南部に住んでたのですっごいいやもう本当に端から端までございましたいやいやいや楽しかったいいですね若いつからもう今無理いや本当にあれはマジで大学一年生二年生だからでできき 確かに <laughs> でも私なんてあの去年もう本当に桜見に行きたくて、うん、もうホテルも借りて、うん、よしいざ行こうと思って行ったらも全部緑になってて治療はって何ならもう次が生えてるぐらい <laughs> でそれ多分2月の頭かな1月後半とかそれぐらいだったんだけど<ー>見逃してしまって <laughs> 2>, 2月でももう羽になっちゃってる早いですね。沖縄 <laughs> だからちょっと今年こそ。確かにね。見に行けたらなって思ってます。ぜひぜひ、リベンジ。いや、私もその味噌と一緒に行った以来、あ、行けてないんですよ。やっぱ、ちょっと遠いじゃん、ここから。まあ、どうしても、あの名護の方になっちゃうので。やっぱ、なかなかタイミングがつかめないのですが。まあ、ちょっと今年ね。ぜひ、もう今のうちから計画立ててた。いけるかな、って思ってますね。計画大事。そうそう、大事だよね。 ちょっとあのあのさあの先ほどからグレタマさんっていう方があのよく私たちのラジオにコメントしてくださるんですけどもうん、うん、ちょっと少し拾いましょうかねコメント <laughs> <laughs> ありがとうございます、はい、コメントありがとうございます <laughs> グレタマさんえっとリクエストで あの新しい学校のリコーダー。<laughs> <の> <laughs> リー大,大人ブルバっていう曲を流してほしいみたいな。<laughs> <laughs> まずあの全然韓流クラブと関係ありません <laughs>。<laughs> <laughs> ちょっと韓国部のでゃお願いします。であと七草粥食べたみたいですね。おお、いいな。食べてないやそういえば。七草粥は。新年食べるの。<laughs> え、寒い。 時のやつだよねなんかありますよねこの日は食べるみたいな給食の以来食べてないからあまり分からないそうなんだ山草がゆ食べてないやへえじゃあぐでたまさんもぜひあの先ほどご紹介あった桜祭り行ってみてくださいねはいコメントありがとうございますありがとうございますはいわっそよ竜大韓流クラブ そろそろエンディングの時間となりました。本日も私たちのラジオを聞いてくださりありがとうございました。次週は1月19日、金曜日夜8時30分からの放送です。わっそよ、流大反流クラブ。この番組は、ドクター K 塾、ハングル講座の提供でお送りしました。それでは皆さん、アンニョン